どうも鳥の爪ダンソートです。いつも皆さん高評価やコメントありがとうございます。本当に励みになってます。当チャンネルではこれまでリトルナイトメアに関する数々の考察動画を出してきました。そしていよいよ明日リトルナイトメア2が発売されるということで、それを記念して今回も考察していこうと思います。今回で発売前の考察動画は最後になりますが、リトルナイトメア2本編のシリーズ実況が終わり次第またこういった考察動画も出していこうと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。また本編の実況の中でも再度お伝えしますが、2に関するネタバレコメントは控えていただけますと幸いです。視聴者みんなが居心地のいいコメント欄を一緒に目指していきましょう。そして前のながら今回の動画もこれ単体で楽しむことができますが、先にこれまでの考察動画を見ておくとより理解が深まるのでおすすめです。またこの動画には前作までのネタバレが含まれますのでご注意ください。さて、残酷で救いのないリトルナイトメアの世界においてプレイヤーの癒し要素とも言えるキャラクターがいますよね。そう、みんな大好きノームです。今回はそんなノームにスポットライトを当て、さらに深掘り考察していこうと思います。今回のキーワードはドバ耳帽子と白雪姫。発売前に公開された最後の公式 PV では、学校にいる子供たちの人形、通称いじめっ子がモノに襲いかかるシーンがたびたびありました。その中でもひときわ目立っていたのがノームの帽子をかぶっていた子供です。彼はロープで縛られ自由が奪われており、他の子供たちとは明らかに扱いが異なります。以前考察動画の中でもお話ししたように、このリトルナイトメアの世界において階級制度、食物連鎖の底辺に位置するのがノームであり、そんなノームを模した帽子をかぶせられるのはとても屈辱的で虐待的な行動とも捉えられます。まるで問題児のような扱いを受けていますが、実はこのノームの帽子にもきちんと意味がありました。それがロバ耳帽子。ロバ耳帽子とはフランス、イギリス、ドイツといったヨーロッパ諸国に伝わる帽子で、学校で実際に使われていたものです。学校で出来の悪い子に対してお仕置きとしてロバの耳の帽子をかぶせ、教室の隅に立たせるといったことが日常的に行われていたようです。もちろん現在はこういった習慣はありませんが、まさしくリトルナイトメアに出てくるノームの帽子とはこのロバ耳帽子がモデルになっていると言えるでしょう。学校は女性教師が全てを支配するエリアです。彼女の言うことを聞けない子はノームの帽子をかぶせられ、あのように縛られてしまいます。また前作のレディには子供をノームに変える力がありました。女性教師には子供をノームに変える能力はないと思いますが、例えばあの帽子には長時間かぶせることで子供をノームに変えてしまうといった力が宿っており、間接的にレディと同じようなことをしていたなんてこともありえるかもしれませんね。愛くるしいキャラクターでもあるノーム。リトルナイトメアではキャラクターに直接的な名前を付けることが多く、このノームという名前についても意味を感じざるを得ません。そこでノームの元ネタについて調べてみました。その元ネタがスイスの錬金術師パラケルススが提唱した四大精霊ノームです。まさにそのままの名前のノームは大地を司る精霊、妖精ですね。身長12センチほどの小人で派手な色の服と三角帽子を身につけています。またノームを提唱した錬金術師のパラケルススの本名はホーエンハイムというのですが、ホーエンハイムという名前は漫画鋼の錬金術師にも登場するので聞いたことがあるよっていう人も多いのではないでしょうか。そして以前からリトルナイトメアは7つの大罪との関連が示唆されていますが、ここでもこういった元ネタモチーフなどが一致してきます。さらにパラケルススはスイス、ドイツ、フランスといったヨーロッパ諸国を活動地域としており、こういった土地に根付いた神話や民話、歴史からリトルナイトメアのノームもインスピレーションを受けて誕生したと言えるでしょう。錬金術師パラケルススが提唱した四大精霊ノーム、このノームは様々な物語に影響を与えています。その中には皆さんも一度は読んだことのあるあの物語も。そう、それがグリム童話白雪姫。白雪姫は7人の小人たちと出会い生活を共にするようになりますが、この7人の小人こそが四大精霊ノームがモデルと言われています。帽子の形状からもよく似ていることがうかがえますよね。またアプリゲームベリーリトルナイトメアでは壁に書かれたこんな落書きを見つけることができます。中央に書かれたスカートを履いた女性、その周囲には7人のノーム、まるで白雪姫を彷彿とさせます。
さらにこれだけではなく、リトルナイトメアの世界と白雪姫の物語には奇妙な一致が見られるのです。白雪姫との関連についてさらに掘り下げていきましょう。まずはグリム童話白雪姫の内容をざっくりとおさらいしていきましょう。王妃は自分こそが世界で美しいと信じていました。彼女が秘蔵する魔法の鏡は世界で一番美しいのは誰かとの問いについて、いつもそれは王妃様ですと答え、王妃は満足な日々を送っていました。ところが白雪姫が7歳になったある日、王妃が魔法の鏡に世界で一番美しい女はと尋ねたところ、それは白雪姫ですとの答えが返ってきました。怒りに燃える王妃は漁師を呼び出すと、白雪姫を殺し証拠として彼女の臓器を取って帰ってこいと命じます。しかし漁師は白雪姫を不憫がり、殺さずに森の中に置き去りにしました。そして王妃への証拠品としてイノシシの肝臓を持ち帰ります。王妃はその肝臓を白雪姫のものだと信じ、大喜びで塩茹でにして食べました。森に残された白雪姫は7人の小人たちと出会い、生活を共にするようになります。一方白雪姫を始末して上機嫌の王妃が魔法の鏡に世界で一番美しいのはと尋ねたところ、それは白雪姫ですと答えが返ってきたことで、白雪姫がまだ生きていることを知った王妃は毒を仕込んだリンゴを作り、善良なリンゴ売りに扮して白雪姫を訪ねます。そして白雪姫は疑いもなくそのリンゴをかじってしまい、息絶えてしまいます。やがて帰ってきた小人たちは白雪姫が本当に死んでしまったものとして悲しみに暮れ、遺体をガラスの棺に入れるのですが、そこに王子が通りかかり、白雪姫を一目見るなり、死体でもいいから白雪姫をもらい受けます。白雪姫の棺を担いでいた家来の一人が木につまずき、棺が揺れた拍子に白雪姫は喉に詰まっていたリンゴのかけらを吐き出し、息を吹き返しました。蘇生した白雪姫に王子は喜び、自分の国に連れ帰って妻として迎え、白雪姫と王子の結婚披露宴では王妃は真っ赤に焼けた鉄の靴を履かされ、死ぬまで踊らされました。以上が簡単なグリム童話白雪姫の内容です。グリム童話版の白雪姫はなかなか残酷で怖い描写も目立ちますよね。ちなみにグリム童話もドイツの民話などが元に制作されているんですよね。気になる点としては5つほどあります。順番に深掘りしていきましょう。まず王妃が魔法の鏡を使っていたという点。この場面はまさにリトルナイトメアの1レディを彷彿とさせます。また2においても割れた鏡などはたびたび登場することが分かっており、鏡が今後この世界にどんな影響を与えていくのかは注目ポイントとなりそうです。次に白雪姫が7歳、つまりは子供の時にそれは始まったということです。まさに6くらいの年齢を思わせますよね。やはり彼女が特別な子供であり、だからこそ狙われているのかなといったような印象をより強くします。次に漁師は彼女を殺せなかったという点ですね。こちらも奇妙な一致です。リトルナイトメア2の序盤に登場する漁師、彼はモノとシックスを取り逃がすことになるでしょう。グリム童話にはたびたび漁師が出てくるのですが、リトルナイトメアのどこか子供の頃に感じた恐怖を体験できるというゲームデザインはまさにこういった童話からインスピレーションを得ているからと言えそうですね。さらにノームがモデルの小人が登場するという点、こちらは文字通り先ほど説明した意味ですね。最後はリンゴをかじったという点、こちらは先日投稿したシーマンと北欧神話オーディンの関連について考察した動画の中でもお話ししたんですけども、女性教師の教卓にはリンゴがかじられた状態で置いてあり、この後続く不気味な物語を想起させます。果たしてシックスは白雪姫のように禁断の果実、つまりは毒を体に入れてしまうことになるのか、それともこの女性教師こそが白雪姫的な存在なのか、要チェックですね。最後にノームの帽子ともつながってくるお話を一つしていきましょう。皆さんはスキタイ、サカと呼ばれる遊牧民族をご存知でしょうか。彼らは紀元前から紀元後12世紀までユーラシア、中央アジアなどに実在した史上初の騎馬民族です。興味深いことに彼らはサカティグラハウダー、とんがり帽子のサカと呼ばれる帽子を身につけていました。
そして我々日本の神話の思想は遡れば中央アジアへとつながっていると言われているのですが、この中央アジアから朝鮮半島に伝播した始祖伝説が日本の建国神話にも影響を与えていると考えられているようです。つまりギリシャ神話や北欧神話、日本の神話など世界中に散らばった無数の神話に奇妙な共通点や似た箇所が見受けられるのは、彼らスキタイ、サカのような国と国をつなぐ存在があったからこそです。我々祖先のルーツも元をたどれば一つにつながっていきます。そして物語は様々な形に姿を変えて語り継がれていきますよね。世界中の人々がリトルナイトメアの世界に魅了されるのも、今あなたがこうしてリトルナイトメアにどこか親近感を覚えていて魅力的に思うのも、それはごく自然なことなんです。なぜならそれは DNA レベルであなたに刻まれている物語が、ルーツがあなたに語りかけている証拠だからです。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はリトルナイトメア2にも登場するノームと白雪姫などとの関連性について考察してきました。もしこの動画を少しでも楽しんでくれたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。今回も6にちなんで、この動画の高評価数が666を超えるようでしたら、今後もこういった情報や考察動画等も出したいなと思ってます。活動を応援してくれる方はグッドボタンだけでもしてもらえると非常に嬉しいです。そしていよいよリトルナイトメア2は明日発売になります。今ならギリギリ間に合うので、予約特典が欲しい人は今のうちに予約しておくのがおすすめです。概要欄の方に詳細貼っておきますので、ぜひこのラストチャンス駆け込んでみてください。またこういった考察動画だけではなく、前作リトルナイトメア本編と DLC の実況、そしてベリーリトルナイトメアの実況も完結しました。こちらもぜひチェックしてみてください。そしてリトルナイトメア2の実況動画も明日からスタート予定です。パート1からの更新を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録して鳥の爪団に入団してみてくださいね。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。